こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロ U のあの大名作エアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツに新色が2色追加されたんですね。まあ、今回こちらにですね並んでいるわけなんですが、このシリーズは間違いなく名作なんですけども、とにかくカラーバリエーションが豊富すぎて何を選べばいいのかわからない方が非常に多いかなと思うんですね。ですので今回は今年選ぶべき3色ということで、新色も含めた上でですね、おすすめのカラーを皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ、これまでもですね、いろんなファッション系 YouTuber の方がこちらの T シャツおすすめしてるかなと思うんですが、人によってどれが推しかは変わってくるかなと思うんですね。確かにこれだけバリエーションあって、人それぞれ個性が変わってくると好きな色も違うと思うんですね。きっと見ていただいている皆さんの中にも、この色が最高だよねとか、これは買ったけどあんまり着なかったなっていうものがあると思うので、ぜひコメント欄で教えていただきたいなと思うんですが、今回は僕の目線で今買える T シャツの中でこの色は最高だよねというものをですね絞り込んでみましたので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですねなるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、ユニクロ U のオーバーサイズクルーネック T シャツの新色をですね、まずは皆さんに解説をしていきたいなと思っています。今着てるものはですね、55番のグリーンという表記なんですが、どうでしょうか皆さん、これグリーンですかね。僕の感覚ではちょっとグリーンというよりはオリーブだとか、まあ場合によってはこうブラウンっぽく見えたりだとか、かなり曖昧なカラーになってるのかなと思います。まあパッと見の印象は正直ですね、爽やかさのあるような T シャツとは正反対にあるような、ちょっとクロート感のあるような渋めのカラーだなと思います。おしゃれ初級者の段階ではこれがおしゃれなのかどうかがちょっと絶妙に分かりづらいところではあるかなと思うんですが、じゃあ個人的にどうなのかというと、この色めちゃくちゃ好きです。やっぱりユニクロ U のカラーっていうのは、なかなかですね、他では見られないような曖昧なところをついてくるんですね。この色も、やはりですね、ブラウンなのかオリーブなのかグリーンなのかわからないような、その曖昧さが非常におしゃれに見えますし、夏場の T シャツ1枚のスタイルって、どうしてもですね、地味に見えがちなんですね。まあ、例えばですね、他にはどんな色を持ってるのかというと、定番的なホワイトだとかブラック、このあたりも持っていて、もちろん使い勝手がいいんですが、やはり特にですね、白 T って結構僕は難易度が高いなと思ってるんですね。というのも、下着の白 T っていうものもあって、そことの違いっていうのがちょっと出しづらいのと、あとはシンプルすぎてしまって、どうしてもですね、ご本人の顔立ちだとか、スタイルの良さだとか、雰囲気だとか、そういったところが整ってないと、様になりづらいっていうところがあるんですね。まあ、ブラックに関してはシャープに見えるので、その点は安心なんですが、平凡すぎてしまう可能性があるので、ちょっと難しいってところがあるんですね。このあたりは、例えば、メガネだとか、時計だとか、小物を使いながら、アクセントを使ってあげるといいわけなんですが、まあなかなかですね、簡単ではないというところがあるんですね。一方で、今着てるようなカラーというのは、この T シャツ自体にちゃんと個性があるので、1枚で着てもそれなりにクロート感が出しやすいかなと思うので、そういった意味では非常にいいかなと思います。爽やかに見える色ではないんですね。このカラーって女性が好きなカラーか男性が好きなカラーかで言ったら、断然後者、男性が好きなカラーなんですね。男性ってブラウンだとかオリーブだとか、ちょっとカジュアルで土臭い感じがするような色って好きなんですよ。僕自身もそうで、そういったちょっとこう、やぼったさがあるような色が好きなんですが、まさにですね、その男性的なカラーを象徴するような、そんな色合いに仕上がってるかなと思っています。ただこちらの T シャツに関しては、素材の質感ですね。微光沢があって、上品さもありますし、あとはサイズ感です。コンパクトなサイズではなくて、ちょっと袖が長かったりだとか、身幅ゆったりで、最初からですね、トレンド感のあるようなサイジングになっていますので、そのあたりを含めて非常に完成度が高いかなと思うんですね。で、この色が万人に向けてお勧めできるようなカラーかというと、そうではないかなと思うんですが、すでに何色かこちらのシリーズ持っていて、新しい感じを出したいとか、人との違いを出したいという意味ではすごくいいカラーかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。続いてもう一色の方に着替えてみたいと思います。はい、続いて2色目のカラーなんですが、75番のパープル着てみましたが、どうでしょうか。
はい。ちなみにですね、僕は身長164センチ、55キロで、今回選んでるものは全て M サイズになります。少しゆとりを持たせるんですが、まあオーバーサイズすぎないぐらいの方が、大人の男性には似合いやすいかなと思うので、まあぜひサイズは参考にしていただきたいなと思います。こちらのパープルもですね、どうでしょうか皆さん。なかなか渋めのカラーになっていますよね。王道的な色合いではなくて、やっぱりクロート感のあるような、そんな色使いになってるかなという印象です。常にですね、こちらのシリーズっていろんなカラーバリエーションがあるので、それらと被らないような、ちょっと味わい深いものを出すとなると、やっぱりこのようなアプローチになってくるかなと思います。こちらもですね、先ほどお伝えした通り、男性目線と女性目線があったとしたら、明らかに男性的な視点で魅力を感じるような色合いかなと思います。僕個人の好き嫌いで言ったら、これもまた好きなんですよ。これ難しいところですね。決して万人向けではなくて、おしゃれが好きな方に好まれるようなカラーなので、まあ、ぜひ皆さんもですね、そのあたりを念頭に置きながら選んでいただきたいなと思います。異性から見られた時の好印象を得たいっていうのであれば、決してこのカラーではないと思うんですね。ただ自分の中の満足度を満たしたいだとか、おしゃれな人が理解してくれればいいやっていう感覚であれば、この色は間違いなくいいと思うし、なかなかですね、こういったカラーって街では見ないかなと思うので、非常に完成度が高いんじゃないのかなと思います。もし異性にですね、好感を持っていただきたいのであれば、まあ正直ですね、シンプルでちょっと退屈だなという話も先ほどしましたが、このような白 T に勝るものはないかなと思うんですね。やはり女性は清潔感のある着こなしというものを好む傾向にあるので、このような白 T シャツでシンプルにまとめるというのはすごくいいかなと思います。まあ、先ほどお伝えした通り、シンプルになりすぎてしまわないように、時計だとかあとは小物使いっていうのは非常に大切になってくるかなと思うんですが、まあ、こちらの方が印象はいいと思うんですけども、おしゃれが好きな男性であればこのパープル非常にいい色合いかなと思います。実はですね、ユニクロ U パープル系はいろんなものがありまして、まあ、過去にはこういったものありまして、僕もこちらすごく好きでよく着ているんですね。まあ、パープルの中でもより濃い感じかちょっと淡い感じかというところで見え方が変わってくるかなと思います。どちらかというとちょっとこう秋の方向に近いような色合いのパープルなので、今回の新色の2色はかなり渋いなと思いました。9月ぐらいに着るとバチッと合わせやすいかなとは思うんですが、ただやっぱりクロートの方には非常に好まれる色合いかなと思います。このパープルはちょっともう今在庫ないかなと思うんですけども、特に今時期なんかにはすごく合うパープルかなと思うので、ぜひこちらもチェックをしていただきたいなと思います。女性から印象のいい薄めのパープル、クロート目線で結構評価のいい濃いめのパープル、そんな感じでしょうか。まあ、いずれにしろすごくいいカラーだと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目はですね、67番のブルーなんですが、結論を言うとこちらが優勝です。めちゃくちゃいい色ですね。今回の新色というよりは、今年のニューカラーとして以前からあるものなんですが、これ最近買ったんですが、色合い抜群に良かったです。今回は新色が2つ追加されていますが、それらと比べても、しっかりとですね、第三者から見た時にも理解されるような色合いの美しさがありつつも、クロート目線で見ても、こう平凡になりすぎないようなカラーなので、これは仕上がりがめちゃくちゃいいかなと思いました。まあ、ブルーという表記なんですが、これこそですね、ちょっとグリーンがかっていて、曖昧な色味になっているんですね。このカラーはかなり仕上がりがいいかなと思うので、今季ぜひ皆さんにはトライしていただきたいようなカラーになってるかなと思います。まあ、今回はですね、どの色に関してもボトムスすべてブラックですね。で合わせてるわけなんですね。というのも僕のチャンネルの中ではブラック系のイージーパンツは一つのユニフォーム的な感覚で皆さんにご提案しているので、まあ、それらに合うかどうかという基準でですね、選んでいるので、まあ、今回はこちらで統一したわけなんですが、もちろんこのブルーの T シャツに関してもブラックのパンツでもいいし、あとは結構ホワイトのパンツとか明るめのカラーでもちゃんとコントラストがつくので、収まりがいいと思います。非常に使い勝手のいい色で、なおかつ色自体にも馴染みがあるんですよね。メンズの着こなしの中でブルー系というのは非常にこう馴染みがあるし、見ていて違和感がないというところがベースにありながらも、ただ色味の雰囲気としてはグリーンとブルーが混ざってるような平凡に見えないような曖昧なところをついてるので、この仕上がりはもう最高にいいと思います。1枚で着て主役になるし、決して悪目立ちもするようなカラーではないので、こちらのTシャツが今回の大
最優勝モデルかなと思っています。まあ、他にもですね、現行でいろいろとカラーがあると思うんですね。なので人によって好みは変わってくるかなと思うんですが、まあ、今季らしいカラーとしてはこういった結構こういったブルーグリーンみたいな色っていうのはいろんなブランドから出ていまして、まさに旬な色合いかなと思います。ユニクロ U の T シャツっていうのは本当にこう2000円未満で買えるので、ちょっとこう旬なカラーだとかいつもと違った色を取り入れることで人との違いを出したりだとか自分の中の鮮度を保つという意味では非常にですね、使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、今回は3色ご紹介したわけなんですけども、皆さんはどれが好きだったでしょうか。個人的に第1位は今着てるブルーで、第2位はそうだな、このグリーンですかね。そして3位がパープルという形です。まあ、この2つは結構僅差かなと思っていまして、個人的にもこちらのブルーですね、この曖昧な色の感じ、光沢感はやはりすごく使いやすいし、なおかつ満足度も高いかなと思うので、ぜひ皆さん店頭で試着をするところから始めていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではユニクロ U の大名作エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツの中で、まあ、新色が加わったので、そちらのレビューとそれに加えてですね、僕の中でおすすめできるものをベスト3という形で皆さんにお伝えさせていただきました。どの色もですね、正直ど真ん中のカラーではないと思うんですね。ホワイトだとかブラックのようなものであれば王道的で使いやすいかなと思うんですが、ちょっとひねってあるような今回の3色は夏の着こなしの中に取り入れるだけでかなりおしゃれに見える1枚かなと思いますので、ぜひ皆さんも気に入ったものがあれば買い揃えていただきたいなと思います。また皆さんの方でも推しのカラーって絶対あると思うんですね。この色は買ってよかったなというのがありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルではユニクロの新作ですとかファッションの基本をどんどん解説をしていきたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのセレクトショップのオリジナルですとかドメスティックブランドですとか、まあ、専門ブランドですとか、このあたりの情報をですね、皆さんにお伝えしているメンバーシップチャンネルというものをですね、別で運営をしています。週に3本のオリジナルの動画とそれに加えて1本ですね、ライブ配信なんかもやっていましてワイワイと皆さんのご質問にお答えするような形で運営をしています。ぜひ気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ゆっくりですね、動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうものもやっています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説なんかを行っています。僕の方でも毎日更新していますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を投稿することができて、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。